というわけでやってまいりました。夏のホラゲー枠第1弾。前回の放課後の鬼ごっこに引き続き面白そうなゲームを選んできたよ。ねえフランちゃん、なんで私が呼ばれたの？私ホラー無理なんだけど、レミリアさんと代わってもいいかな？ダメだよ、今回のキャストにはちゃんと意味があるの。いつかの探偵コンビの時みたいに力を合わせて頑張ろうね。はい。それとアンケートを取ったら会話パートも全部見たいって声が多かったから。ボイスありのところはできるだけ邪魔しないようにしていくからよろしくね。それじゃ始まり始まり。N 県戸ヶ塚市にあるレジャーホテル、ホテルイザナミ。見るからにお城のようなこの建物は、営業当時、大人だけが足を踏み入れることの許された秘密の花園だった。かつては向かいにある遊園地、戸ヶ塚ファンタジーランドの火を借りて、大いに賑わったホテルだったが、他県にできた大型テーマパークの煽りや、立地の不便さなどで、戸ヶ塚ファンタジーランド自体の訴求力が失われるとともに、このホテルイザナミも、その輝きを失っていった。オーナーたちの努力も虚しく、次々と人々から忘れ去られたホテル。借金を苦にしたオーナーは、一人娘を道連れに無理心中。ホテルは営業停止、取り壊しになるはずだった。しかし、このホテルに足を踏み入れた解体業者には、なぜか必ず不幸が訪れた。交通事故に遭ったもの、夜な夜な誰かに襲われたもの、精神を病み、病床に伏せたもの。その結果、このホテルイザナミは、現在もまだ、その姿をこの世に残している。一説によれば、今もオーナーの霊が、ホテルをさまよっており、立ち入ろうとする者を呪い、そして、殺してしまうらしい。帰ります。ダメ。このホテルの噂の一つにある、3階の部屋に現れる幽霊とは、もしかして、このオーナーだったりしないだろうか。そして今日、我々は、その噂を証明するために、廃墟となったホテルへと、足を踏み入れた。この動画を見ている方にお断りしておきたい。もしあなたの身に何が起こっても我々は一切保証をしない。もしかするとこの動画を再生しているあなたの後ろに今もほら誰かの足音が。ダメだ、笑っちゃった。ということで、みんな、こんなな。ナナチャンネルのナナだよ。コンフラー、トーコチャンネルのフランだよ。コンフラーはいい。怖くなっちゃった？ああ、怖かったからって、チャンネル解除しないでね。うちのチャンネルも解除しないでね。ロリは寂しいよ。なんてね。さてさて、改めて今日は、私たちの地元で心霊スポットとして名高い廃墟、ホテルイザナミに来ています。正直イザナミって名前でヤバそうな雰囲気よね。読みつながりというか、噂は本当に怖いものばかり。夜な夜な3階の部屋から白い幽霊が手を振ってるとか、その部屋に飾られてる人形が動き出すとか。アリスのうちはお人形が常に動き回ってるよね。うちの子たちは自立してるからね。ここは知らないけど。ここを訪れた人は数日以内に不幸な事故に遭うとかとか。上げ始めたらそれこそキリがないんだけど、とにかく怖い噂が絶えない場所なの。ちなみに一番有名な噂は、ホテルの前を歩いていると3階の窓から霊が手招きしてくるって話なんだけど。手招きだけ？ナナちゃん甘いよ、それじゃ。私なんか廃校で幽霊のおばさんのデカケツに踏まれてもこの通り生還してるからね。もうちょっとこうさ、殺人鬼が出てくるとかインパクトがなきゃ。幽霊のおばさん、まさかね。お見逃しなく。ああ、ちなみにこの動画は、すべてやらせなしの一発勝負。
ちなみにこの動画はやらせなしの初見プレイだよ。結果探索ですごいグダってそこだけがっつりカットしてるからよろしくね。今日探索していきたいと思います。途中で怖くなってナノを一人にしたら呪っちゃうぞなんて。ホテルに入ったよ。すごい、ゴミだらけだね。マリサのお家みたい。マリサは魔法の研究第一だから、瓦礫も多いし崩れないように気をつけましょうね。私も能力封印しとかなきゃ、ホテルごと崩れて残機減っちゃう。うん、破壊だけは絶対やめてね。はい、で、まずは3階を目指すみたい。幽霊が手を振ってるって言ってたとこね。大丈夫大丈夫、さっきも言ったけど私幽霊に襲われても生還してるから。ほら、みんな行っちゃうよ。後ろの二人がナナちゃんのお友達ね。撮影のお手伝いかな。優しい子ね。雰囲気ある場所だね。あ、あずさちゃん。そうだね。左がミオちゃん、右があずさちゃんね。二人とも死体を寄って羨ましい。違うよ。びっくりしちゃっただけだよ。ミオちゃんは怖がりキャラなのかな。ちょっと二人とも喋ってないでこっちに集中してよ。気を抜いてたらカメラ回すの遅れちゃうわよ。ごめんナナちゃん。アズサもなんか今日いつもより表情硬くない。そんなことないと思うけど。硬いわよ。もしかして怖いとか？それはないわ。ずいぶん冷めてるわね。逆になんだか怪しい。ないってば。うん、釣れないな。なんてね。強い賢い美人のあずさに怖いものなんてなさそうだもんね。けど。ただでさえ顔に出づらいタイプなんだからちゃんとリアクションしてよね。あとであずさも映るんだから。思ったけどみんな可愛いしファッション系とかで頑張った方がいいと思う。この3人ならすぐ人気出そうだよね。私みたいに可愛いし。しっかり撮影お願いね。今回こそ動画バズらせて登録者数ズバッと稼ぐわよ。なんで無言なの。なんだか今日は特に張り切ってるねナナちゃん。そうだね。あれは何かあったかな。ふふふ、よく気づいたわね。そう、昨夜から私は冴えているの。う、聞こえてた。私、気づいちゃったのよ。こんな都心に近いわけでもない、情報も遅いど田舎の人間は何をしたところで所詮中堅止まりってことに。撮影スポットや名所もなく、最寄りのショッピングセンターは車で1時間。これじゃあトレンドを生み出すストリーマーになんていつまでたっても慣れっこないわ。そんな。いや、動画はアイディア次第でしょう。本当にそう思います。アイディアよ。だからピンとひらめいたの。このど田舎を逆手に取った誰も知らないスポットを紹介すればバズるんじゃないかなって。それでこの廃墟探索なのね。その通り。探索系と廃墟系はやっぱ一定層の需要があるしね。しかも女の子だけでやっている配信者は意外と少ない。どう？需要あると思わない？なるほどね。突然こんな場所で撮影するから来いって言われてびっくりしたけど。あずさちゃん、連絡来た時すごい渋い顔してたもんね。とにかく爆発的に登録者数を伸ばすためにもきっかけとなる動画が1本欲しいの。この廃墟探索を絶対それにしてやるんだから。そして目指せチャンネル登録者数100万人。まだ1万ちょっとしかいないのに。ここうちのこと言われてるみたいでぐさっときたわ。応援してくださる皆様いつもありがとうございます。
夢は大きい方がいいの。一回バズればあとは右肩上がりで伸びるんだから。でも、もし今日何も起きなかったら？大丈夫よ。こんだけ廃墟感醸し出してる場所だよ。幽霊の一匹や二匹絶対いるわ。ほら、こうしてる今にもあずさの後ろに。突然何よ。あ、もう何なの、あずさノリ悪い。あ、まさかすでに幽霊が乗り移って。なあな、何を。やるなら真面目にやりなさい。わかったわよ。まあ、ミオとアズサはビシッと廃墟を探索してる感のある絵を収めてくれればいいだけだから。ついでにちょっとビビってる私たちの姿なんかもあれば廃墟探索の素材としては完璧よ。ちゃんと映るかな。今日はいつものカメラじゃなくてスマホ撮影だし。突然の呼び出しだったしね。大丈夫だって。それにいつものカメラ予算不足でまだライトついてないし。しかも、もしも本当に幽霊がいて襲われたら、撮影してる私とあずさちゃん逃げられないんじゃ。それは大丈夫よ。危なくなったらあずさがお得意の格闘技で倒してくれるわ。いや、動画を見るのが好きなだけで得意ってわけじゃ。だいたい幽霊に格闘技なんて通用すると思う？格闘技って気持ちが大事なんじゃないの？幽霊と戦うことは想定してないと思う。ああ、じゃあお経を唱えるとか？唱えられるの？もちろん無理よ。あずさちゃんは？さすがに覚えていないわ。とにかく幽霊とかそんなの出てから考えればいいのよ。早く奥に進みましょう。どれだか稼がなきゃ。そうだね。ロケ場所は3階からだっけ。とりあえず階段を探そうか。階段があるとしたらあっちの方かな。ホテルだからエレベーターとか。出そうか。電気通ってないや。古いホテルのエレベーターにはトラウマがあります。前やってたわよね、異世界エレベーター。よっかい、行ってくれたわね。あずさ、私階段でこける演技するから下から撮影してくれない？そんな素材使える？見えちゃわない？そこは見えないようにギリギリを狙ってよ。まあ少しはサービスシーン作らなきゃね。ドジッコナナちゃんアピールだよ。はあ、本当に動画への熱意だけは本物ね、ナナは。だけって何よ。でも当然よ。それでこそストリーマーってもんでしょ。二人とも仲いいな。今あっちで何か光ったような。あれはショーケース？何か飾ってるのかな。あ、ダメよミオちゃん、みんなから離れちゃ。このパターン絶対一人になるよね。人形かな。にしては結構大きいような。ねえ、ナナちゃん、アズサちゃん、こっちに何か。ほら、どっか行っちゃった。早く二人を追いかけないと。パターン的に一人になった途端怪物が襲ってくるのよ。二人とも行っちゃった。今追えばすぐ追いつけそうだね。はあ、どうしよう。ミオちゃん、悪いことは言わないから外で待ちましょう。私も出るから。ちょっとだけ見に行こうかな。すぐに戻ってくればまだ追いつけるよね。
なんで、どうして、絶対やばいって、何かあってからじゃ遅いのよ。もう、アリスは心配しすぎなんだよ。ナナちゃんも言ってたでしょ？幽霊は出てからなんとかすればいいって。うん、でも何かあったらちゃんと助けてね。はいはい、私から離れないでね。操作方法ね、税関には基礎動作って言うし。あれ、ライトのオンオフができない？あ、そうだ、ZL ボタンを A にしてたんだった。こういう抜けてるところがあるのも本チャンネルの特徴です。最初の方でグダったらカットとか言ってここ残ってるのね。撮影の裏側も見れる貴重なシーンとなっております。お待たせミオちゃん。やばいの来た時にパニックになったらまずいからね、今のうちにちゃんと操作を覚えましょう。このゲームってライトつけっぱなしにしてるデメリットってあるのかな？本当に初見だから仕様も一切わからないのよね。もしみんな知ってたら教えてね、次の撮影時に活かすから。見てアリス、でっかい豚の着ぐるみ。なんだ、さっきは暗くて見えにくかったけど、よく見たら可愛いじゃない？この近くに遊園地があったって言ってたじゃない？きっとその備品よ。あ、ごめんやっぱり怖いわ。そうかな、怖いというより美味しそうに見えるけど、ほっぺたのお肉とか。着ぐるみだし食べちゃダメだからね。じゃあ無事動画撮って帰れたらご飯をおごってよ、ハンバーグがいい？ちゃんと無事帰れたらね。って言ってたし、そこのマスコットキャラクターとか豚なんだろうけど、汚れすぎてて元がどんなか全然わからないや。すでに血のソースがついてて今すぐにでもかじりつきたいけど我慢我慢。普通に接してて忘れてたけどフランちゃん吸血鬼だったわよね。最近は綺麗な女性のサラサラな血が好みだよ。やめてよ。さて、探索開始よ。待って、なんでそんな余裕なの？よくぞ聞いてくれました。最初に少し話したけど、私は最難関の放課後の鬼ごっこをクリアしてるのよ。配信はメンバーも可愛いし、着ぐるみは美味しそうだし怖くないの。確かに、キャラクターは可愛くて魅力的だけど。アリスはこのミオちゃんがタイプでしょ？どうして？こんな髪型で、友達思いの優しい人って言ったらあの人しかいないじゃん。まあ、否定はしないけど。そういうフランちゃんはどの子が好みなの？私はあずさちゃんが気になってるよ。意外、フランちゃんならナナちゃんみたいな子が好みかと思ってた。そんな話をしてたらあずさちゃんから電話だ。私がいないことに気づいてかけてきてくれたのかな。もしもし、あずさちゃん？ミオ、よかった、つながった。ミオ、今どこ？1階の廊下だよ。ごめんね、2人から勝手に離れちゃって。今2階に向かってるところだよ。そうなの？よかった。どこか様子がおかしいわね。そうだ、冷静そうなアズサちゃんが焦ってるね。何かあったのかな？なんだか不気味な着ぐるみでね。個人的には美味しそうでした。どうしたの、あずさちゃん？さっきから変だよ。あずさちゃんも変なのを見たとか？動けなくなっちゃったの。怪我しちゃった？そうじゃなくて、あずさちゃん、血が出てるなら私が止血するよ。足がすくんで。もしかして本当に幽霊が？違うの、そうじゃなくて、ナナがどんどん進んでいくから、その置いてかれちゃって。あ、ナナちゃん結構飲んでるっぽいもんね。フランちゃんも結構思ったこと言うタイプよね。ナナちゃんにかけた？かけたんだけど出なくて。あずさちゃん、ごめん、なんでもない、ちょっと虫がいただけ。そっか、あずさちゃん2階のどのあたり？わからないけど、多分まだ廊下だと思う。わかった、とりあえず向かうから、あずさちゃんは動かないでそこでじっと。な、何？嘘、ここ廃墟で電気は通ってなかったはず。あれ、今何か見えた？あずさちゃん。ねえ、ミオって今誰かと一緒にいるの？
ううん、私一人。じゃあ今一瞬明かりがついた時に後ろにいたのは誰？ちょっとあずさちゃん、やめてよ、怖がらせないでよ。ほら誰もいないって。でも今確かに。さっきの豚の着ぐるみ。やば、ミオちゃん逃げて早く。やっぱり動いて襲ってきた。また引きずってるよ。捕まったら殺されちゃう。とにかく今は逃げましょう。入り口から離れちゃうのは不安だけど。近くの部屋とか入れない？中に隠れられれば負けそう。あれ、扉入れないよ。部屋じゃなくて廊下が続くみたい。2階に行けそうなマークが出てるわ。これ有利な階段上から突き落とせば勝てない？ダメよ、ミオちゃんは普通の女の子なのよ。私も普通の女の子だけど。一般人からしたら吸血鬼とまでは普通じゃないって。そうかな。フランちゃん、ここ隠れられそうよ。一瞬機材トラブルごめんね。今絶対バレてたよね。ガバガバクリアリングのおかげでなんとかなりそう。いった？みたいだね。見てアリス、ミオちゃんのパンツ見えてるよ。マジでん、神ゲーじゃない配信。ああ、サービスシーンが。あいつが襲ってきたらまた見れるし、今はアズサちゃんを探そう。そうね、まだ廊下って言ってたし、あいつに出くわしてなければいいけど。それかあの通話の後ならどこかの部屋に逃げ込んでるかも。電話は切れてる。あずさちゃんも通話越しにすごい驚いてたもんね。あんな急に現れたら私も驚いて切っちゃうわ。なんで刃物もどうして。廃墟とはいえ勝手に入ったから怒ってるのかな。だとしたら一刻も早く二人を見つけてここを出なきゃ。まずは同じ階にいるのが分かってるあずさちゃんね。部屋を出てもさっきの着ぐるみがいませんように。ここに入ったのはバレてるから近くをうろついててもおかしくないからね。うん、最新の注意を払ってね。開かない、鍵がかかってる。そんな嘘でしょ。さっき私このドアから入ってきたのに。他に出口はないよね。ドアなんて一部屋に何個もあるわけないし。鍵は何これ、緑色のカバーがついてて開けられない。何かこれを外せるものがあれば。カバーのところのネジを外せば開けられそうだね。ドライバーなんてホテルで都合よく見つかるものかしら。アリス、頭を使わなきゃ。内側からネジで止められてるなら止めた道具は部屋の中にあるってことだよ。ということは、ネジを止めた人もこの部屋の中にいるってことになるわよ。あとさっきの着ぐるみが部屋を出たふりをしてるってことにも。それは多分。着ぐるみも魔法を使えるとか？そういうことにしておきましょう。じゃあアイテム探しの続きね。工具があるなら、棚の中とか？向こうにテレビ。後ろの絵画が落ちてびっくりしたけど大丈夫。まずはテレビから調べてみよう。この画面についた汚れがすごい廃墟感あるわね。テレビ台の下とか何かあるかしら。飽きそうにないわね。さっき廊下の電気がついたしさ、テレビも映ったりしないかな。電源もダメみたい。最後に一応全体を確認してっと。確認漏れなしね。アリス、机の上見て。メモだよ、引きの引き、だって。娘の様子があの日からおかしい。気がつくと何もないところを眺めながら楽しそうに話している。突然こちらを振り返り見たこともない顔で笑いかけてくることもある。やっぱり原因はあの日。ここから後の文字は途切れてて読めないよ。あの日、これを書いた人の娘さんに何かあったのは間違いなさそうね。あの襲ってきた着ぐるみと関係あるのかしら。アリス、クローゼットにハンガーが落ちてたよ。でもハンガーじゃドアは開けられないわよね。ちなみにここから冗談抜きで10分かかったのでところどころカットしてるよ。ハンガー加工して何かできない？できなさそうだね。あとめたいけどハンガーの横空欄あったからまだアイテムありそうだよ。
ハンガーの取っ手でさ、さっきの排水口の蓋を外せたりしない？いいアイデア、やってみよ。あれ、ダメっぽい。いけると思ったんだけど。もうちょっと探索してみよ。何か見落としてるかも。ミオちゃんだけに。ごめん、アリス真剣に探すからそんな冷たい顔しないで。ほら、下の段まだ見てないところがあったよ。あら、滝バサミね。滝バサミ？普通のハサミとは違うの？お裁縫に使うものよ。布や糸を切るのに特化してる刃先が鋭いハサミなの。よく尖れてるって、最悪これで着ぐるみと戦おうね。人にハサミを向けちゃいけません。って言いたいところだけど本当にヤバい時は使ってね。今回の作戦は命大事によ。はい。排水口の開け方がわからず10分さまよいました。アリス、ここ何か落ちてるよ。これは、写真、それも結構古いわね。あの豚の着ぐるみと同じ顔の風船が写ってるよ。2006年か。だいぶ前の写真ね。父と娘だって、さっきの式を書いたのはこの人かな？式や写真を見つければ、襲ってきた着ぐるみのこともわかるかもしれないわ。それこそナナちゃんが言ってたホテルで起こる怪奇現象の真実に近づけるかも。じゃあ写真も式も探していこうね。あと今気づいたんだけどさっきアイテム選択できてなかったみたい。部屋の中で使わなきゃダメだったのね。ハンガーの取っ手がハマったよ。見えてるわ、フランちゃん。神ゲーよ。しかもサナエちゃんと同じピンク色よ。おー。落ち着いて、アリス。ミオちゃんを助けなきゃ。そうね、私としたことが。首まで髪の毛が巻きついてるよ。このままじゃ窒息しちゃう。そうだ、さっき拾った滝バサミで首周りの髪を切っちゃおう。ダメよ、フランちゃん。ミオちゃんの首に歯が当たったら怪我しちゃうでしょ。じゃあどうするの？このままだと本当に窒息しちゃうよ。大丈夫、私に任せておいて。まずは胸に絡まってる髪の毛をほどけるか試してみましょうか。ちょっとアリス、全然ほどけてないよ。最高、じゃなくてダメだったか。それなら立ちバサミで根元から切ってみて。うん、いい切れ味。あれ？じゃあ胸に絡まった髪の毛とかほどく必要なかったんじゃ。フランちゃん、あなたにはまだ早かったのよ。何言ってるのかよくわからないけど、もう少しで全部切れそうだね。サービスシーンを早々に終わらせるのは惜しいけど、これでミオちゃんは救出できたわね。なんとか救出できたけどびっくりしたね。排水口から髪の毛が伸びてくるなんて。まさかあんな素晴らしいシーンが見られるなんて。アリス最初めっちゃ怖がってたのになんだか余裕そうね。それはそうでしょ。困ってる子を助けるのに怖いとかありえないわ。ご褒美もあるしね。まあ怖がらずついてきてくれればそれでいいんだけどさ。いやー危なかったけどなんとか難所を乗り越えられたね。私の采配でみんなも楽しめたんじゃないかしら。そうだね、ミオちゃんも救出できて、これで私も一息つけるよ。ジュース？そんなのどこにあったの？あ、これ？アリスの鼻血だよ、鮮血ほど美味しいドリンクはないからね。このゲームなら毎パート飲めると思ってさ。で、私が選ばれた本当の理由それかーい。